おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は、船歌っていう曲があるんですけども、ショパンの、まあそれをね、練習を最近してまして、ちょこちょこで、まあ結構形になってきたので、一応ね、練習経過報告をちょっとまとめておきたいなと思ったので、まとめさせていただきます。この曲を多分練習動画出すのまだ1回か2回ぐらいしか出してないと思うんですけども、はい、あの後、結構お家で練習しました。結構したんだよ。練習時間は約30時間から50時間の間のどこか、途中で数えるのを失いました。一日ちょこちょこ練習しました。で、最近この3日間はこの曲は練習してなくて、最近はこの曲を練習してました。ここの、ラフマニノフのピアノ協奏曲の2番を練習してます。最近はここですね。またね、その練習報告動画も多分すぐ出すと思うんですけども、今日はショパンの船歌の練習経過報告をさせていただきます。通さないけども、どういう風に練習したかっていうと、ゆっくりペダルなしで、その音がちゃんと聞こえてるか、美しく。一番最初が一番難しいよ。このフレーズが、にゃーって言って、にゃー、ザブン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 、お波の上に。ああ、波はないね。お川にきちんと揺られながら船がね、どんぶらこう、どんぶらこうって桃太郎のように進むような感じで優しく行きたいわけですよ。もっとドラマティックに。最近ね、このピアノちょっと調律できてなくてね、ちょっと音が狂っちゃってますが、許してください。ほら、途中ちょっと切れたよね、これダメ。まあ頑張りましょう。でこぼこしない。ここもこの親指がちょっとボコってなりやすいので、それを気をつけました。ほら、これダメないの。ああ、こうなる。これがダメ。でチャラララータ、この歌が流れる。進んでいきたいと思います。まあ先ほどもまとめた通り、デコボコしないね。ここもダダダダってならない。
ボーチェささやくように。内声も意識したいんですよね。この中の上の音はラファソラファソラソラシドンドですけど、この音があるんですよ。ドミシドミシっていう。意識して弾きたい。そしたらこうなる。ダメ。で、こっからはできるだけ、まあ難しいんですけど、ずっとつながる。前まで僕はまあこういう感じで弾いてたわけなんですけども、もっともっとつながるように、ピューモッソからのところでこういう感じで弾くのはちょっと違うんですよ。こういうほらこういう感じではなくて、で全部の音をこうやって弾いちゃうとね、ちょっと痛いから、こういうとちょっとねうざいじゃん。うざいのダメ。うざいのダメ。じゃあどうしたらいいの？こんな表情だけうざくするんだよ。うざい。まあ普通に美しく弾くためには、音を聞きながら。こんな感じなわけですよ。まあ少し形にはなってきたんじゃない？まあ皆さんもね、この曲とっても素晴らしい曲だからやってみてくださいね。はい。まあちょっとシャープとか多くて譜読みがめんどくさかったんですけども、まあ弾いてみて思ったのは、まあ弾いても難しかったです。というわけでね、まあこれもでもいい感じな曲になればいいなと思ってて、まあ頑張ってやっていきたいなと思ってます。というわけでね、はい、皆さんここまで見てくれてありがとうございます。みんなも一緒にピアノ頑張りましょう。というわけで、バイバイ。ありがとね、よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。